これ今ストレッチし、あれスタートします、ストレッチした後なのでだいぶ柔らかいんですけど、低屈してあげると楽ですよね。で、背屈させてあげると硬さを感じますよね。なんかこれあのここの屈筋、握り込む筋肉が長腰屈筋っていう筋肉がこっちからこう走ってるんですけど、この筋肉が硬いとこう走っていって、ここにある距骨っていう頭骨と腓骨のこういう形でジョイントを作ってるんですけど、この隙間にあるこの筋肉にこうはまり込んでます。こういう形、こう足首を動かしてるんですね。ここまでわかりますね。で、長腰屈筋っていう筋肉が何で影響するのかっていうと、筋肉がこう走ってこうつくからなんです。こういう形で、で、硬いということは骨を前方に押し出しちゃうんですね。前方に押し出すと上に背屈しようとしても骨同士がぶつかる仕組みが出来上がっちゃうんですね。それで足首が硬くなりやすい。で、なおかつ今の現状だと内側のヒラメ筋がどうしても硬いので、内に傾きつつ前に倒れて硬いって状況なので、まずは足の裏からでいいので、あのこのコロコロを使ってここの筋肉全体、そうそうそう、全体の筋繊維をまずゆっくり伸ばしていくこと。で、足の裏に感覚情報が入ればお腹の力が入りやすくなります。なのでゆっくりと足に体重を乗せて感覚が入っていくように情報入力を進めていってください。なので座りながら足の親指で踏むっていう感覚、足の親指方向でグッと踏み込む、この感覚を作っていけば長腰屈筋も伸びますし、足首も柔らかくなるってことです。ぜひやってみてください。以上です。はい、以上先生でした。ありがとうございます。 OT さんでしたね。作業療法士です。そうです、作業療法士なんとなくわかりますかね。はい、切ります。はい。